って参りました。日曜日の夜編集開始は19時前。寝る子は育ちますが、大人になっても育ちませんかね。睡眠時間を少なければ少ないほど美徳と感じる風習下前。今回は、話題2本立てにてお送りする予定です。それではまず1つ目ですが。男性モデル少なすぎ、パターン増やして。はい、ということで1つ目の話題はこの男性モデルが少ないという話です。あれ？男性キャラってプレイ可能キャラの大体半分は男性じゃない？いえ、そういうことではなく、男性キャラって主に主人公の少年サイズ、ガイアパイセンみたいな長身サイズ、2パターンしかなくて、女の子キャラ2みたいに、ロリア、少女、長身、他にもサイズ違うのあったっけ？大体4パターンくらいあるんだよね。ということに、注目した話題です。それでは、内容へ行きます。男性モデルの大型化を期待している人はいませんか？原上には、子供を含めず、男女それぞれに3つの主な体型がありますよね。勝利は今のところ一番大きい高い男で、彼が大好きですが、ほうきの代わりにもっと重い筋肉のついた背の高いモデルを期待するのは現実的でしょうか？軽い補足で、ほうきというのは翻訳ミスではなく、多分見た目が細いということでしょう。長身キャラって、イメージガリガリ高身長って感じだよね。モデル体型というのでしょうか？ NPC はすでに様々な形をしているのに、プレイアブルのベースモデルは少ない。でも、細かい部分を調整するのがミホヨにとっては無難なのではないかと思っています。私が見ている体型は、サイリュス、チャングー、ドラフなどです。アニメ系のメディアは体型が固定されがちですが、新体型が出ることに期待したいところです。はい、ということで男キャラにも新体型をくれやという話ですね。ちなみに、男キャラで独特の体型をしているキャラですが、4名ほど紹介します。はい、まずはこんばんワーグナーことワーグナーさんですね。ガキムキってほどではないですが、ムキムキタイプは追加されてほしいですよね。ゲームシステム全否定になりかねませんが、髪の目がなくても、物理特化キャラの一般男性とか出てほしい。ブリーチでいう、初期のザラキケンパチみたいなイメージかな。で、次は。はい、リオナのパピーこと村長ドユラフですね。割としっかりした肉付き、に加え、猫耳が違うのだろうか。あんまりモデル気にしたことないけど、原文で紹介されていましたね。エルフ耳、豚耳だったり、角だったり見た目のアクセントが女性キャラに集中してるよね。ショーも見た目が特徴的と言えなくはないですが、ファンタジーな見た目のキャラは男性不遇かな？で、サイリュスです。星と深淵を目指せ？で、おなじみ、ノエルデートで面倒いクイズを出すことでもおなじみ、の、原神のガチムチ枠、ですね。ブーメランパンツサイリスが実装されたら絶対課金するんですが、ミホヨさんどうにかなりませんかね。学者っぽいくガチムチのネタとしての破壊力抜群なんだけどね。で、最後。ジャングーン先ほど名前が出ていた NPC ですね。いつきの船乗りかなんかかな。爆裂無人剣撃ってきそう。ご指導願おう。まあ、砲塔弾一般 NPC って見た目だね。砲塔弾って無駄に、体型多いよね。砲塔弾を操作してみたい。というか砲塔弾の女の子キャラはまだですか。はい、最後に気になったスレッドのコメントを5つ紹介して、次の話題へ移ります。GNSHIN に大きなサイズのキャラクターが出てくることはまずありません。それは文化的な問題であり、その体型が魅力的でないと思われているからです。また、デザイン的に売れないと判断した場合は、残念ながらやらないと思います。追伸私は、彼らが絶対にやらないとは言っていませんし絶対にやらないとは言えませんから、大きな人が魅力的でないとも言っていません。ただ、この話題について中国のプレイヤーから得た回答の一部を紹介したいのです。言い方悪いけど、人気が少なめな深淵が実装されたんだし、なくはなさそうなんだけどね。深淵を不人気キャラ代表みたいに出しましたが、使用率や人気度を考慮したのでご了承ください。中国での需要がやっぱり、大きく優先されるんだろうか。ガチムチ男水着出てくれ、ネタキャラ好きなんや。しかも、原神なら性能は生物でほぼ調整できるしな。はい、ということで二つ目の話題。ドドコイベントログひどすぎない？はい、現在イベント中のドドコうんたらかんたらですが、圧倒的に山なりボールが打ちにくいという問題。風来の剣闘機関と違い、いろんな人がポイントを競っているイベントですね。結構ファイターたちのツイートを見ていると、運要素も高いのかな？ログが少なかったり、バリアのタイミングだったりいろいろあるという噂。ということで、スレッドの紹介へ。ボンボン魔球大合戦の盾のボールが嫌いなのは私だけでしょうか？山なりボールにほとんど当たらないですね。ボールが空中に発射されると、角度によって奥行きの認識が非常に難しくなります。
手遅れになるまで、ボールがどのくらい後ろに行っているのか、または前に行っているのかを判断するのは非常に困難です。スコアに影響があるわけではないが、気になって仕方がない。この問題を抱えているのは私だけではないといいのですが、私が悪いのかもしれません。それはさておき、ちょっとしたミニゲームが楽しくて良いですね。はい、ということで山なりボールマジでむずくね、っていう投稿です。多分打ちにくい理由に、壁の大きさが変化しなかったりがあるのかな。なんか、みんなのテニスとかと比べるとすごいやりにくいんだよね。なんだろう、テニスゲームの感覚でプレイすると、逆にタイミングがミスりやすいということだろうか。自分は、相変わらず最低限のスコアしかやっていませんが、皆さんは結構ガチなのかな？この投稿に寄せられたコメントや対策を紹介していきましょう。とても楽しいミニゲームですが、これは、デザイン上のミスだと思っています。自分も苦手です。このミニゲームが本当に好きです。特に友達と一緒するのが楽しい。しかし、これらのボールを捕まえることはほとんど不可能です。私はそれらを5つもヒットしたことはありません。待って、お前は奥行きの近くを持ってるんか？アドバイスだアミーゴ、どういうわけか、ボールの前に立つのではなく、横からボールを打つことで、オッズが大幅に向上するぜ。ボールがキャラクターを少し通過した時にそれらを打つ、毎回完璧に打ち返せます。そうなんだよね。正面で打つと消えちゃうから、わざわざ横に移動して打つ必要があるんだよね。原神って、攻撃を当てる時に正面で捉えるから、横で捉えるのは意識改革が必要なんだよね。セクシーに打ち返さないとね。セクシーってなんだよ。はい、こっちは軽く触れる感じで、まとめに入ります。今回は、男性の体型が2パターンしかないので増やして NPC は多様なのにという内容と、どどこテニスで、ロブがめっちゃ打ちにくい、みんなわかってくれるよな、ということについて動画で触れていきました。私は、どちらもかなり同意できますね。アルベドとか、もう少し背が高くてもいいのにって思うよね。なんか PV では、結構青年って感じだけど、ゲーム内だと少年って感じだよね。みんなは、この2つの議題、話題についてどう思いましたか？よかったらコメントで教えてくださいね。どっちも気にしてないわボケって方もよかったらコメ稼ぎにコメントしてくださいね。で、もちろん今回もこの2つの原文へのリンクをコメント欄か、概要欄に貼っておくのでチェックしてみてください。一応、海外のサイトなのでリークキャラの話がちらほら見えたりするのでそこは自己責任でお願いします。はい、ということで今回はここまでになりますね。ここまで見てくれた人、リンクを共有、低評価、友達への布教、そして、原神をもっと楽しむよう、よろしくお願いいたします。それでは、来週からまた月曜日、1週間頑張りましょう。さようならだぜ。